ルカによる福音その時ヨハネの父ザカリアは精霊に満たされこう予言した「褒めたたえよイスラエルの神である主を主はその民を訪れて解放し我らのために救いの角をもべダビデの家から起こされた」昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに「それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い」。 主は我らの先祖を憐れみその聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに建てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える生涯主の前に清く正しく。幼子よお前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行きその道を整え主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。 これは我らの神の憐れみの心によるこの憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ暗闇と死の影に座している者たちを照らし我らの歩みを平和の道に導く今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい